まあ、コンディションは、徐々に上がってきていると思いますし、まあ、移動もあったのでしっかりとリカバリーしていきたいな。監督は、ワールドカップ決まった中でこれからワールドカップに向けてまた新たな戦いが始まりますし、ワールドカップに向けてどう戦っていくのかっていうのは、これからさらに追い求めていきたいという話をしたので、これからさらに厳しい戦いが始まると思ってるし、もう時間もないので、こういう限られた時間の中でこの2試合っていうのをしっかりとしたテーマを持ちながらやっていきたいと思います。今このメンバーで今回はみんな調子が集まったわけで、もちろん彼らはおそらく怪我も含めてコンディションも含めて元々の実績も十分なので、まあ、今回選ばれてないだけであって、まあ、中心選手であるのも間違いないですし、ただこれからさらに僕たち下の世代も含めて、どれだけそういう選手がいなくてもやれるということを、まあ、ピッチの上で見せるだけですし、まあ、個人的にはそこまで気にしてないというか、まあ、十分やると思います。自分たちが、ね、ボールを持つ時間が、おそらくゲームになると思うので、ただそういうゲームの中で課題を感じているのは、まあ、みんなが分かっていると思っているし、普段とは違う、ところで戦いにおいてトライしていきたいなと。その中で自分はやっぱりどういう攻撃を、見せられるかってみたいな楽しみにしています。